はい、どうも、こんにちは。僕です。パラサイトイベ続きをやっていきましょう。博物館の入り口まで帰ってきたので、ちょっとね、ここ行ってみましょうか。こっちをね、先に行くんではないかと思いました。どうかな？エンカウントするの？恐竜がいるじゃん。普通に恐竜が出てくるじゃん。あ、そう、あのね、コメントでね、いただいたんですけれども、このね、エナジーショットっていうね、弾にエネルギーを集め、強力な一撃を放つ。これ使ったことがないので、ちょっと使ってみたいと思って、やってみよう。どんな攻撃なんだ？すよ。いて。え、なに？ピヨってるんだか。あ、待って、パラサイトエナジー結構使うんですね。痛いな、もうやめてくれよ。まだ生きてんのか？まだ生きてんのか？待って。怖いわ。やっと倒した。パラサイトエナジー結構使うんですね。消費エナジーが激しい。近い。危ない。痛い。これなんだ。意外とね、避けらんないんだけど。やばい。リロードが入った。そうだ。このバースト効果があるの忘れてましたわ。バーストね。なるべく敵が密集しているところに撃っていきたい。危ない。とはいえ、倒していきたい。直線に逃げるのは良くない気がするんだが。こいつらなんかな、ゆらゆら動いてくるんだよな。やばいぞ、追い詰められている。危ない。OK。2体同時に倒した。弾ゲットね。何、こっちに何があるのかな？ちょっと待って、あのね、ヘッドセット音がでかい。待って。OK かな。じゃあ回復をして、結構ダメージを受けてるけど、全然ね、戦っていけますわ。これぐらいの火ダメであれば、まあ、比較的良心的なね、火ダメですよね。死に追いやられる気はしない。戦っていける。何にもなくない？何これ。あ、人がいるわけじゃないのか。こんなところに回復残4。こんなところに完全に画面外じゃん。そんなところにアイテム置くんだ。なにこれ。なんだこれ。どっちから行ってもよかったパターンかな、もしかして。いや。これ一回戦闘終わるたびに回復しないとまずいですね。OK。レベル上がった。ちょっとボーナスポイント振っていこうかな。ガラクタゲット。ガラクトね、最近出てくるんだよね。あのカメレオンみたいな、モンスターがね、落としていくよね。だからちょっとここでガラクタを集めていくという選択肢もあるんだけど。じゃあボーナスポイントを使ってまた武器を強化していこうかな。攻撃力を強化した方がいいかな。どうなんだろう。とりあえず、攻撃力をね、普通に上げていこう。強化値27になりました。強くなっている。これどこなんだ？あ、そこに箱があるね。なんだこれ、どっち側に行けばいいんだ？前回進んでいたルート、もう結構ね、先続いていたんだけど、これなんで割れてるの？あ、特に何もないんだなぁ。博物館襲撃されてるけど、こっちにね、白衣を着た人が入っていったの、あれ多分クランプ博士だと思うんだけど、このモンスターの中をかいくぐっていったっていうのか。痛いな、当たるよな。このアシッドがもっとダメージでかかったらいいんだけどね。弱酸性だよ、これ。弱酸性じゃ倒せないでしょ。じゃあヒールエクストラって回復しようかな。この辺は何にもない。あ、アイテムボックスここにある。P220 回だって、ハンドガンかな。回復剤。あ、着々と回復剤溜まってきてますね。今手に入れたのは P220 回。三連射のハンドガンか。まあ、これはお蔵入りですな。なにこれ、どこまで続くの？鍵がかかっている？え？鍵がかかってんの？こっち行けないのかよ。あ、じゃあ結局向こう側に行かなきゃいけないってことなのかな。
鍵を開ける方法がある？それ、鍵を開ける方法があるって考えた方がいいの？どうなんですかね？こっちはもう行けないっていう判断をするべきなのか。じゃあちょっと前回進めていたルートをね、戻っていこうかな、また。何もないもんね、ここね。ちょっと入り口まで帰ってきてしまったので、ちょっとね、一旦、今までに手に入れたガラクタであったり、余計な持ち物を一旦ちょっとウェインに預けてこようかなと思います。ここやっぱりね、もう回復剤は補充されないんですね。まずガラクタの処分ね。今合計でいくつ処分したのかってわかんないのかな？ここまで来ました。前、サソリがいた場所ですね。んで、この隣のエリアで、恐竜が出てくるんだよね。ここで確かね、引き返した覚えがある。とりあえずこいつらやっていこう。あれなんだよな、エナジーショットがね、もっと、なんか範囲攻撃的なものだったらよかったんですけれども、単体攻撃だとやっぱりね、使いづらいかな。ガラクタもね、できれば300個集められたらなと思うんだけど、難しいかな。2周目に引き継ぐことってできるのかな、ガラクタって。どうなんでしょうか。結構ガラクタ300個って厳しいと思うんですけれども。これどっちに行けばいいんだ。分岐してるな。とりあえず下側に行ってみよう。鍵がかかっている。ここ繋がってるんじゃないのか、さっきの場所と。どうなんですかね。じゃあもうこっち側に行くしかないな。回復したよね。回復した。なんかある。またグレネードランチャーか。待って、なんか、敵出てきちゃった。なんか見たことないスキルがついてたよね、今。どっちだ？上、2階にも進める。待って、この階段の下とかになんかあるんじゃないの？ないのか。いや、絶対この階段の下何かあると思ったんですけれども。ありませんでしたね。広くない？博物館。ただね、何も調べたりとかすることができないんだよね。ここ何にもないの？何この部屋。また日本の博物館とは雰囲気が違うんだと思うんですけれども。何？今何か？何？いや、何もないからおかしいなとは思ったんだけど、この部屋。何が起きたの？岩が落ちてきてる？何が起きたの？こんな岩どっから落ちてきたの？上から落ちてきたんじゃないの？何なの？あ、なんか光った。いや、何これ？肝。何こいつら？これ何の生き物？ダンゴムシ？ダンゴムシかな？転がってくる。溜まってなかった。危ない。2発か。危ないな。いや、でも動きがね、わかりやすくていいわ。近づかないように、直線的な動きしかしてこないからね、幸い。当たらないわ。ノーダメージで倒せるんじゃないか、これは。いけました。ノーダメージクリア。あ、レベル上がった。プリレーズってなんだ？ HP が0になると復活する。でもパッシブスキルじゃないんでしょ。そのスキル、そのパラサイトエナジーを使った場合だけだよね。なんだったの今の。戻って、ここエンカウントが。こいつら飛び回るからわかんなくなるんだよな。倒した。いや、弱酸性でも意外と倒していけるんだね。弱酸性ダメージが貧弱なんだけど。いまいち物足りないなとは思ってるんだけど、意外とね、弱酸性で、敵が死んでいく。いや、レベル結構上がってますよ。HP がね、とても高くなってるんで、安心して戦っていける。なんだ？ミトコンドリアは細胞の中で ATP、アデノシン三リン酸という高エネルギー化合物を作り出します。さて、このエネルギーの大きさは？エネルギーの大きさ？あ、なんか言ってたな。1g あたり 3.7 カロリー。1平方センチメートルあたり。これかな？また弾丸がもらえるんだ。なんなのこのクイズ。弾丸もらっても嬉しくないんだが。どっちに行けばいいのかな？こんなところで。
しかもそこにね、アイテムボックスがあるのに気づいたわ、今。痛え、これ避けらんねえんだわ、どうしても。何、どうしたらいいんだろうな。たまたま当たらない時がある程度の感覚なんだけど。この程度のね、気ダメならね、全然いいですわ。待って、アイテムいっぱいになったね。回復剤に使っていこうかな。ちょっと邪魔になってきたかな。ここにアイテムボックスあるよね。こっちが、ああ、合ってた合ってた。攻撃力プラス1。こっちは？お、PE、パラサイトエナジーね。じゃあ攻撃力上げて、パラサイトエナジーも上げて、OK かな。これ下側に向かってていいのかな？上は、今は封鎖されているよね。今はっていう、どういうこと？後で行けるようになるのかな？じゃあこっち側か。なんか道が分岐しているように見えて、実は一本道なのかな？なんだこの引きずった跡は。あ、ここから石が落ちてきたってこと？え、誰が落としてきたの？引きずった跡があるね。さっき、この下がね、多分さっきいた部屋だと思う。何してくれてんだよ。で、この上からあのダンゴムシみたいなやつが降ってきたのか。あのダンゴムシまた出てくるのか、じゃあ。先に進もう。そろそろセーブポイントとかないかな。不安になってくる。え、何ここ。博物館？ファイヤーエグジット。非常口かな、ここは。非常口っぽい。3階と1階へ行けそうね。あ、1階じゃあね、下に降りてみようか。1階のどこに出てくるの？あ、アイテムボックスがあった。防御力プラス1ありがとうございます。うん。出れないのかと思ったわ。あ、ここ？あ、しかもこんなところにアイテムボックスがある。全然見えないじゃん。あー、ここはそれだけなのか。また一回ウェインのところに帰りたいな。3階と1階、じゃあ3階まで行ってみよう。え？あ、屋上がある。ロケット弾。ロケット弾出てきたな、ここで。また新しいロケットランチャーとかあるのかな？この間ね、手に、くそ。この間手に入れたロケットランチャーね、ちょっと拍子抜けの性能だったので、まだ試し打ちも何もしてないんだけど、あんまり強く感じないんだよね。当たるよなぁ。どうやって避けたらいいんだろう、これ。弾が増えてくな。撃った弾より拾う弾の方が相変わらず多いですね。あれ、これは？生物の祖先のバクテリアは、酸素を栄養源とするミトコンドリアを体内に取り込み、共生することで他のバクテリアと比較できないほどのエネルギーを手に入れました。しかし、そのことで受けた弊害とは何でしょう？活性酸素による老化現象、細胞の複雑化による増殖率の低下、エネルギー過剰による細胞自己破壊。一つ目かな、活性酸素による老化現象。うん、合ってた合ってた。うん、意外とね、意外と自分の持ってる知識で答えられますね。まだまだ続くのか、この博物館は。うわ、おう。なんかそこら中に出てくるんだけど、何なんだろう、こいつら。あ、ダンゴムシ来たな。いや、ダンゴムシかわかんないけどね。当たらないと思いつつも。弱酸性の効果。ダンゴムシなのかな、これ。ダンゴムシだよね、あんな丸まって転がってくるのは。あ、またある。1987年にキャン・ウィルソン量学者が発表した学説では、全ての人類がミトコンドリアイブと呼称されるある生物から始まったとされています。さて、その生物とは。アフリカの女の人だよね。一応上から行くと、東インドシナ半島のチンパンジー、ガラパゴス諸島のメスの原始猿。アフリカの女の人ね。やった、回復剤4は嬉しいな。そろそろ回復剤4がボコボコ落ちててくれたら嬉しいんだけど、そうはいかんないかな。やばいな、荷物いっぱいになってしまったかも。早かったな。このボタンは押せないのか？このボタンも押せない？なんだこれ、どこに行けばいいんだ？何これ、これがミトコンドリア。これ1階に続いてるのか。今いるのって、いや3階か。
2階に行ってみる。2階また回復しておこうかな、念のためね。パラサイトエナジーはどうせ補充されるので。いやーん。あそこにアイテムボックスがあるぞ。敵とエンカウントするときにね、わかるんだよね。アイテムボックスのある場所。危ねえ、危ねえ。よそ見してたわ。ガラクタから捨てていくしかないかな。あれ、2階に来たけど、2階じゃないのかな、もしかして。ちょっと3階で、もうちょっとウロウロしてみた方がいいかな。まあ、祖先薬か。祖先薬はどうかな。最近そこまでの危機的状況に陥ってないんだよな。こっち側ちょっとチラッと行ってみる。あ、鍵がかかっている。なんかそこら中鍵がかかっているよね。今は封鎖されている。2階に降りてきたけど、どこにも行けない。あ、こっちは、ダメだ。なんなの？鍵がかかっていたり封鎖されていたりだな。いや、まあ、行き止まりならそれではそれでね。それはそれでいいわ。そんで、今ここにいる。確か右から来たんだっけ？どっから来たんだっけ？上から来たのか。こっち側に行けるのかな？鍵がかかっている。行けるところと行けないところがわかんないな。あ、これがミトコンドリアじゃないの？何これ、プテラノドンじゃない？え、そんな生き物までいるの？戦うんかい。動けない。何、どんなことしてくんのこいつ。突撃してくる。なんじゃそりゃ。まず何かね、何かを吐いてくる。何かを吐いてくる。危ないな。いや、奇跡的に今んとこ当たってないけど、いずれ当たるよこれ。いずれ当たるよ。あ、いや、意外とね、簡単じゃない？あ、弱い。あ、見かけ倒しだな、お前な。あ、これは交換していきたいな。回復剤4は欲しい。もう回復剤に、あ、2があるなら交換していこう。うん、OK。プテラノドンとか出てくるんだ。なんか恐竜系のね、モンスターが出てくるんだけど。どこから出てくるの？恐竜なんて生きてないでしょ。博物館だからっつってもさ。外国残用ありがてえ。ちょっと一旦ね、ちょっとソートかけよう。なんでそんな恐竜みたいな、モンスターが出てくるのかな。ちょっとね、いつも悩ましいんだけど、このパラサイトイブで出てくる敵のことを、エネミーのことを何て呼べばいいのかいつも悩ましいんだよね。モンスターって呼ぶべきなのか、動物って呼ぶべきなのか。あれ、また出てきたの？何これ、モブなの？いや、こんだけ広ければ全然当たる気がしないわ。まだか、まだ生きてるのか。もう一発ぐらいじゃないかな。撃っちゃうよ。ほら。回復財産か。2と交換していこうかな。いや、回復剤なくなって困ったなって思ったけど、だいぶ補充されましたね。うん。充足している。じゃあ先に進んでいくぞ。まだセーブポイントはないのか？ちょっとね、セーブポイントがあったら一旦ね、またそこで今回は終わりにしたいと思ってるんだけれども、なかなか出てこないんだよな、セーブポイントが。何これ、もうレギュラー化してるじゃないですか。狭い。いや、狭いわ。当たっちゃったわ。よかった。何も状態異常にかかったりしないんだね、これね。安心したわ。めんどくさいな。入れ替えるのがめんどくさい。これで最後の回復剤にかな。んで、まさかこの辺の恐竜が蘇ってくるとかないだろうな。これなんだっけ、ブラキオサウルスかな。ブラキオサウルス。プテラノドンと、なんかね、あのちっこい恐竜、なんて言うんだっけ？ラプラスじゃなくて、なんて言うんだ。なんかああいうちっこい恐竜って言いますよね。最初に出てきた恐竜。これ上には行けないのか？あ、ここ行けんの？ここは行けるのか？行けちゃうのか。え？鍵を閉められた？誰に？なんでよ。やはりあの男？クランプ博士？なんで鍵閉めんのよ。うっかり入っちゃったじゃん、ここ。手持ちのアイテムがいっぱい。回復財産かな。
それともガラクタ？いや、回復剤さん、ちょっとコロナにいらないから、ガラクタを重宝していきたい。SV プロテクターか。SV プロテクターどうかな？ 39 だけど、基礎値高えな。必要ないかな。今つけてるものを使っていこう。何よりオートヒールがね、とても今助かってるんで、これ。あれ？何ここ？どう行けばいいの？どうしたらいいの？ここから出ていくのか？あ、待って。あ、マジか。なんて書いてあったのか読めなかったわ。足を滑らせたらおしまいね。え？え？落ちるの？まさか。このアングルで移動してけっつうの？しかも。怖すぎだな。怖すぎじゃない？何？どこに行けばいいのこれ。あそこからしか入れそうにないわね。どうやって降りるんだよ。降りる。降りれるのか。そんな器用なことができる。まあ、あやさんならできるよ。あやさんならできる。右手にハンドガンを持ったままでもいける。ふぅ。これ落ちたら死ぬんじゃないだろうな、まさかな。セーブしてないんだってば。セーブしたいんだよ。これどこだっけ？なんかこんな部屋あったっけ？あったっけ？窓ガラスが割れた部屋とかあったっけ？いや、ないないない。ここ初めて来るわ。相変わらずプテラノドンが出てくるんだよね。何なんだろう、こいつら。生きてる動物の中のミトコンドリアが何か反応してるんだと思ってるんだけど、違うのかな？どう考えてもこれプテラノドンだよね。恐竜だよね。回復剤はちょっとね、そろそろいいかな。さすがにね。これどっち側から出てけばいいんだ。こっち側行けんのかな？鍵がかかっている。じゃあ反対側？そろそろセーブポイントいただけないでしょうか。電話をちょっとね、ちょっと電話をしたいな。電話をしたいな。ん？何ここ？なんか広くない？あ、でも普通のバトル曲か。いやー、何このセット。サソリ、いや悩ましい。これどっちからやっていけばいいんだよ。当たるんかい。当たるのかよ。ちょっとサソリと距離を取りつつ、こっちのね、ラプトルだっけ。いや、これ意外と遠くまで来るんだよね。何なのこの遠距離攻撃。離れて、あー、くそー、またかよ。毒のダメージが意外と痛いんだわ。オッケー、避けらんねえのかよ。ちょっと一回回復を挟んだ方が良さそう。あれ？え？弱くね？いや、サソリ弱くない？なんか拍子抜けだな。そんなに柔らかかったっけ？最初に戦った時。結構硬かったイメージがあるんだけど。そしたらね、ここはどこ？ここは一体どこ？博物館広すぎじゃない？上に続く階段は入れない。なので、左上に行くか、ここに扉がある。あ、鍵がかかっている。あ、よく見たら、ここに下り階段もあるんだな。柵が降りていて通れない。あ、じゃあ、こっち側しかない。一見行けそうに見えて行けないところが多々あるんだよな。なんかまた敵出てくるんじゃないの？ここも。ほらミュージアムショップって書いてある。あれ、入れるのかなんか。ちょっと待って。なんかある。あ、なんかある。手持ちのアイテムがいっぱい。じゃあ、回復剤さん。防御力プラス1、ありがとうございます。あれ、まだあるの？まだあるの？待って、じゃあね、この防御力プラス1使うわ。何がある？ツール。ツールがな、ちょっと過剰気味なんだよな。いや、そろそろセーブポイントが欲しいんですけれども、ちょっと動画を2つに分けなきゃいけないかな。どうかな。ここ今何階なんですかね。この博物館って何階建てなんだろう。さっき非常口に出た時の感じからすると多分4階建てぐらいな雰囲気なんだけど、今いるのが何階なのかがわからないんだよな。嫌な組み合わせだな。ここに来てね、だいぶ博物館難易度低いですよね。
いや、病院の難易度高かったわ。病院と比べたら全然この博物館はぬるいですね。どっち側かな？こっち側に行ってみる？入れるかな？入れちゃうんだ。入れちゃうんだ。入れちゃうと反対、もう一個の方の道が気になるんだよね。結構鍵がかかっていたり、封鎖されたりっていうところが多々あるんで、あ、封鎖されてるね。こっちはじゃあ行けない。こっち側に行くしかない。博物館の中うろうろしてるけどさ、一体どこに向かって行ってるの？これ電話じゃない？電話じゃないか。電話じゃない。なんて書いてあるんだこれ。読めないな。ミュージアムなんとかって書いてあったね。セキュリティのスイッチは？あ、電話見つけた。電話見つけました。じゃあ、一旦ね、今回はここで終わりにしたいと思います。今回のプレイ時間が43分。今時点でね。43分プレイしているんですけれども、まあ途中途中をカットしつつ、まあ20分から30分ぐらいの動画にまとめられたらなと思っています。はい。それでは最後までご視聴いただきありがとうございました。ではまた。